今日まで。はい、6年生の小林選手です。そんな悪くはないと思います。私はどんなところを目指してますか？年末グランプリが出たので、デビュー戦以来か。そうですね、予選でお会いして、はい、2連勝でね。そうですね、まあ、それがあったから今があるっていうところはあるんで、はい、決勝のあの悔しさを胸に今も頑張れてるんで。そうなんですね。でもぐん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 良くなってきたなって感じ。手の競争が、いやーまだちょっとそうやって、たまに4着だったりとかのこの浮き沈みがあるので、まあ、その部分をしっかり自分なりに訂正して、うん、こう決勝に向けてっていうふうにやれてるので、まあ、日に日に良くなってるけどまだまだっていうところあります。だいぶ練習もいろいろ考えている。そうですね、もう練習環境も変わって、なんかいろいろ変わってることは多いんで、その中でどんどん成績上がってるので、はいはいはい、まあ、よかったです。結果的にはいいことが多かったな。練習環境変わってっていうのは、そうです、デビュー時は平塚だったんですけど、所属が変わったんですよ、まず。で、練習拠点が変わってるんで。今どこ拠点？今川崎です。ああ、そうなんですね。はい、前回の抱負の継承の内容もすごい良かったです。そうですね。内容的に。ね、体調が悪くて胃腸炎になって前回さ休んだ。ああ、はいはいはい、あの、あ、そうか、タイだね、確か、そうです、そうです、そうです、そうだったね、まあ、詰まってて、ちょっと休息がなかったんで、まあ、その中でしっかり優勝取れたのは良かったんですけど、お疲れが一気に来てしまったので。そうだったんですね。前回は疲れが一気に来て、中間ちょっと練習のスケジュールがちょっと狂っちゃった。あ、まあでもしっかり、なんだろう、どっかでちょっと長めの休憩は取ろうと思ってたんで、まあ、逆にたまにいいきっかけになったっていう感じ。じゃあ、疲れを抜けて。そうですね、できそうです。今だけ、ピカピカしてる。今回電車で来たんですか？車で。車で。あ、じゃあ、熱唱しながら。で、なんか、あ、そうです、そうです、レモンとか、なんかね、今回はビビとか、すごい、まだ覚えてます。覚えてますよ、覚えてますよ、熱唱しながら。最近はアイミョン歌いながら。アイミョン歌いながら。いや、会長ですね。眠かったんで、うまい棒食べながら頑張って。眠い時うまい棒、うまい棒大好き。いや、なんか歌ってもダメ、ピン足してもダメ、風浴びてもダメで、うまい棒食べたら起きました。何味？サラミと納豆とエビチエビチリ味と。結構持ってきたのね。絶対なかったです。あのゲームセンターでめっちゃ取ってて、それを消費してる。面白い。ストレス発散だね。納豆なんてあるんやね。あれ、今30本ぐらいあって。30本の塊で取れてるんで。そっちの腕もなかった。100本ぐらいありますね。今回まだ宿舎に。まあ、あの、うまいが折れちゃうんで、厳選して。